谷も続いている。この後ろ4番の向笠も続きました。誘導員をかわした1番の奥原、一旦車を下げた5番の村本ですが、ここは3番手2番手あたりを狙ってくるのか。後方からは2番の関根が仕掛けて、一旦ここは前を抑えようというところか。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。5番の村本が前に上がってくる。5番の村本がここは主導権を取っていくのか。後ろは3番の吉澤が続いて、その位置を2番の関根が狙っていく。その後ろには1番の奥原、前の様子をじっくり見ながらバックストレッチ。奥原のまくり、2番手から一気に5番の村本を捉えていって、後ろは7番の渋谷が追走。その後ろ4番の向笠が続いている。後方落車がありました。4コーナーから直線、1番の奥原先頭、外から7番渋谷、間から4番車、7番の渋谷か。最後は渋谷が